も通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜星を見に行こう。抱え込んだ孤独や不安に押しつぶされないように真っ暗な世界から見上げた夜空は星が降るようで、いつからだろう君のことを追いかける私がいた。どうかお願い驚かないで、聞いてよ私のこの想い。